おはようございます。今日は2022年4月の2日、朝の6時20分です。今太陽が昇って、このようにチューリップも花びらが閉じてます。前回説明したように、クルシアナが今満開というか、もうほとんどのつぼみが色づきました。で、隣のアッシュであるクルシアナ、クリサンタもだいぶつぼみがこうはっきりと目立つようになりました。今年は例年に比べると、ちょっとやっぱり開花が、チューリップの花が咲くのが遅いなと思います。もう3月中にですね、クルシアナは咲いてしまいますが、今年は4月になってやっとこういうふうに全部のつぼみが赤く色づきました。で、その他のチューリップですけれども、今日ですね、トルケスタニカっていうチューリップですけれども、これ枝咲きするタイプのチューリップですけれども、もうすでにまあ、こういうふうに2つのつぼみが見えています。こう1つの茎、茎からですね、分岐して花が咲くというちょっと変わった品種です。トロケスタニカも今年はもう、去年咲かなかった、一昨年も咲かなかったかもしれませんが、2年か3年ぶりに咲くことになりそうです。あと、アクミナータもですね、非常に嬉しいことに、ここにですね、つぼみがもう見えています。今見たところによると、3つぐらいはつぼみがありそうなので、アクミナータも今年2年ぶりに花が咲きそうです。とても嬉しいことです。で、マキシモビッチはですね、ちょっと混み合って植えていってですね、ちょっと密集して、葉っぱがいつもですとこう波打って綺麗なんですけれども、本来の葉っぱの形とはちょっと違いますが、まあ、一番これ遅く咲く品種なので、5月に咲くので、ちょっとまだつぼみはですね、見えてません。で、今のチューリップの管理として一番大切なことはですね、水やりをせっせとやるということです。特に花が咲く時期はもう水を毎朝あげるっていうことが大切だと思います。で、もう少ししたらですね、クルシアナのこの花の花がら摘みといって、この花をこの、ね、頭のところどんどん摘んでいって、球根を大きくするために花を取ってしまうという作業がもうすぐしたらやります。まあ、そうすることによって球根がですね、大きくなって、来年秋に植え、今年の秋に植える球根が大きくなります。で、前回ですね、チューリップはこのクルシアナがですね、一番原始的だというふうに言いましたが、それはユリの花にのことを説明しました。で、チューリップっていうのはですね、ユリ科の植物です。ですので、ユリ、まあ、カサブランカとかテッポウユリとか、そういう仲間と一緒です。で、ユリとどこが違うかというとですね、ユリは、球根が、ですね、去年咲いた球根がそのまま残って花が咲くんですけれども、チューリップの場合は、1年1年球根が再生されて新しくできるというところが違います。でも、ユリ科の植物でですね、花びらは6枚あります。で、6枚あるうちの3枚が本当の花びらで、残りの3枚はこう花びらを支えている補助的な花びらで、合計6枚になっているということを話しましたが、もうこのクルシアナに関してはですね、その3枚どちらが補助で、どちらが主役なのか分かりませんが、外側の3枚がピンク、あとは全部白いっていうところがですね、その3枚が区別されているってことですね。それが一番原始的な、チューリップのその、まあ、一つの要因じゃないかと思います。まあ、以上でですね、
今年は全部の花が咲いてほしいなと思います。まあ、これが昼になるとですね、こう上から見ると真っ白の花に、もう別の花の品種のように見えますが、それもいつかはちょっと説明に入れたいと思います。やっぱりこうこの花が咲くとですね、春が来たという気がします。以上です。